様お疲れ様です。レールスターチャンネルのケンタロウです。最初の8秒間に、まあ、2枚の画像を撮ってたんですけれども、これ昨日、僕がですね、肉そぼろと、まあ、溶き卵を使って、まあ、2食ご飯にしようと思って作ったものなんですけれども、あと味噌汁ですね。で、肉そぼろと、溶き卵の方は、炒めて作ったはいいものの、塩コショウで、ちょっと、味調整するのを忘れてしまいまして、味のないものになってしまいましたが、まあ、それは、とりあえず、味付けはお好みで、という形の風に、まあ、やってもらえれば、という感じで、作りました。で、味噌汁の方も、実は、わかめだらけですが、わかめの他にも油揚げも入れたんですけれども、ちょっとわかめの比率の方が多くなってしまいました。はい。ちなみにですが、当初お豆腐とかも入れようと思ってましたが、あまりにも、油揚げとわかめで結構水かさが増してしまったので残念しました。まあ、お豆腐としらすに関しては、まあ、豆腐の上にしらす乗せて食べてもいいかなっていう感じですね。で、あとしらすご飯にするのもありかなという感じでございます。まあ、しらすも入れて3食ご飯にするって手もありましたけれども、まあそれはまたおいおいやっていこうかなと思っております。で、一つだけ言うと、作ってるシーン動画にしようかと思ってましたが、セットをするのを忘れたまま作り始めてしまったので、そのシーン撮っておりません。申し訳ございません。こちらも、セットしてから料理動画できればと思っております。その他、ちなみに、昨日、昼間、ツイキャス使って全面展望ライブをやってみました。ただ、これも設定間違えて、普通が、高画質ではなく、普通の画質のままだったので、ちょっと白飛びが激しいものになってしまいました。こちらもちょっと、いろいろと改良を加えながら、改良っていうか、いろいろ、試行錯誤しながらやっていければと思っております。はい、ということで、今回はこのくらいとなります。よかったなと思ったら高評価、つまんないと思ったら低評価、バシバシおっしゃってください。チャンネル登録に関しましてもお任せいたします。コメントは残していただく分には十分構いません。侮辱のコメント、誹謗中傷のコメント、書き入れても、一読はするかもしれません。ただその後何もいたしません。なお残すかどうかに関しましては、ちょっとこちらで判断させてください。申し訳ありませんが、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。